はい、ということで皆さんこんにちは。今日はこちら姫路に来ております。姫路城が見えます。朝から世界遺産を拝んで、今日はちょっと遠出したいと思います。時刻は7時4分、12月の29日、もう年末です。今回は鉄道に乗っていきましょう。今回乗る鉄道は今から発表です。していく切符なんですけども、春、夏、冬のシーズンといえばまさにこの切符。僕は来年で 18歳になるんですが、青春18切符を今回使用していきます。こちらは全線利用可能ということで、今回は12月29日 JR 西日本と書かれております。土山って書かれてありますね。そうです、僕の最寄り駅でもある土山駅から、乗ってきました。そして今いるのが姫路駅。さて、その2枚目の切符というのが今回乗る列車の指定席券ということになります。その券がこちら、姫路から安まで12月29日の7時34分発、9時46分着、新快速2号指定席券となっております。さて、姫路駅ですね、つい先ほど購入したんですけど、今日は年末ということもあり、金曜日の朝からかなり利用客が多いということで、先ほどね、最初朝6時ぐらいにですね、土山駅で指定席券を購入しようと思って緑の券売機で買おうとしたらですね、なんと窓側が満席だったんですよ。あ、これじゃ動画にできないっていうことで、もう諦めて他の動画を撮ろうってことを考えたんですけども、なんと姫路駅に着いてからキャンセル待ちがあるかなということで、あのキャンセルがあるかもしれないということで、それを確認してみたらですよ、こちら姫路から安までの切符を無事窓側 D 席ですが購入することができました。 D 席ということでですね、あの今回乗る部分なんですけど、本当はですね右側が良かったんですよ。残念ながらちょっと D 席を購入するということになってしまったんですが、まあ、今回 D 席に乗って安まで全区間新快速の AC と2号に乗っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。7時34分発京都方面安駅、あちらに乗っていきます。6番乗り場の到着ですね。さて、じゃあそろそろホームに入りますか。ちゃんと4番は有料座席って出てるんですね。三角4番はレベットシート A シートですよ。あれはあれは103系の3500万台、今はなき、昔は大阪環状線などでも使われておりました。姫路駅ではこのように古い103系を見ることができるのも魅力です。さて、やってきたこの新快速が、僕が乗車する新快速の1本前の新快速です。こちらは京都方面草津駅、今回僕が乗るのは草津より先に行きます安駅です。入線してきたのは223系の1000番台、 A シートで運行される車両は全て1000番台で運行されております。で、今回乗るのはこちらの A シート車両。さて、今姫路駅を出発していたところです。まばゆく朝日が光る中、今日は平日ですので、通勤客の方も利用している方がいられるという感じです。空もすっかり青くなってきましたね。進行方向右側に新幹線の線路もあります。このまま山陽本線をずっと東に向かって走るわけです。車内放送、自動放送は新快速電車と全く同じ。このまま走っていきますが、この電車、新快速電車は特急顔負けの最高速度130km で爆走していくわけです。ただいま東姫路を通過したところ、
しばらく走りまして、こちらは市川。市川というのは万丹線に沿ってずっと伸びている川になります。万丹線は市川と丸山川に沿っていますね。しばらく走りまして、車内について見ていきましょう。こちらにはテーブルがついていまして、500円って書いてありますが、そこ消されてますよね。で、下の方を見てみると、リクライニングのボタンと、それに加えてこちらコンセントが1つついています。これ全席ついてるらしいですよ。で、テーブルを開けてみると A シートと書かれたこちらのテーブル、なかなか大きめのテーブルです。パソコン、ノートパソコン1台ぐらいなら置けるんじゃないかなっていうぐらいの大きさですから、なかなか快適ですよね。そしてお茶なんかも置くようなくぼみができていまして、これ会員コップも置けるんじゃないかな。車内販売はありませんが置きそうな感じです。そして右側のこちらは上げ下げが可能、そんな感じになっていまして、車内は木目調。さて見ていきましょう。リクライニングシート、こちらのボタンを押すとですね、ずっと後ろに下がることができるんです。だいたいリクライニング角はこのぐらい、結構倒れますよね。なかなか快適な倒れ具合です。さて走っていきまして、ずっと窓はちょっと若干汚いのが気になるんですけども、それでもこちら車内設備はもともと新快速だった場所に、ドアの場所に網棚がついていたり、こちら換気扉がついています。駅通過時もかなり速いスピードで通過してくれるので特急感満載ですね。こちらが快速で乗れる。しばらく走っていきまして、まもなく加古川駅に停まりますという感じです。加古川新快速停車駅、特急も一部が停まります。こちらが加古川停車前、左側右側に見えます加古川という川になります。加古川線はこの川に沿ってずっと谷川まで行ってるわけですね。綺麗な綺麗な一級河川なのかな。兵庫県でも大きめの、河川となっています。さて7時44分加古川に到着です。特に何もなかったのでカットしました。7時45分加古川駅を発車、普通電車の追い抜きをしていますね。対向列車は普通電車の前原とかそういう方面に行くやつですかね。快速電車に途中からなるやつです。さて走っていくと、このヤフーのやつ見てみるとね、終点の休まではあと2時間この座席に座っていられるそうです。これがどこまで乗っても840円。今東加古川駅を通過しました。もちろんこれ乗車券が青春18切符でも乗れるわけですから3000円以下で乗れるんですね。こちらが僕の最寄り駅、土山駅ですね。といってもまあ駅から家は結構離れてるんで、そんなに特定されるようなことはないです。魚住駅を通過です。こちらは2面2線の小さな駅、待避設備はないです。この辺りがですね、田んぼみたいな田園地帯なんですけど、ここに新幹線の線路が、線路じゃないわ、車庫ができようという話があったんですが、白紙になっちゃいましたね。さて、ただいま大久保駅を通過、対向列車は普通電車かな。こちらも待避待ちをしていまして、この新快速が抜かしていくわけです。この大久保駅、実は特急止まるんですよ。なのに新快速通過。さて、今、西明石に到着した頃です。Google マップで見てると、この通り。進行方向右側映したかったですか、結構お客さん乗ってきたりしてたのでね、映すのはちょっとやめときましょう。西明石、あの感じに書いてあります。この辺りは乗車率はまあ半分ぐらいかな。7時55分西明石駅を出発しました。次は明石に停まります。こちらが明石川と呼ばれる川、加古川よりは少し小さめ。さて明石駅到着前、左側見てみるとこちら明石城という城跡があります。天守閣は残念ながらないですが、明石駅に到着しました。ランチパック食べてるのバレましたが、こちら山陽明石駅との乗り換えが可能です。7時59分に明石駅を発車しました。明石駅でもね、結構な人数乗ってきましたよ。ちょっと見にくいですが、天文科学館という場所の四五線、東経135度の区域を通過していきまして、四五線通過、東側にどんどん進んでいきます。見てみるとですね、こんな感じです。窓側をほぼほぼ埋まっていました。今日の朝見たらですね、窓側全部埋まってたんですけど、なんとかやっぱりキャンセルがあったのでしょうか。もう乗ることはまあできそうな感じですよね、直前ならば。現在スピードはだいたい 119km、120km ぐらいですね。この辺りはまあもうすぐ速度を落とす区間に入るんですが、結構なスピードで走っていきます。さすが新快速。今垂水駅を通過しました。 JR 垂水駅と向かい側見えているのは山陽電車の垂水駅、阪神電車の車両もありますね。さてちょっと暇だから歩いてちょっと外の方を見てみようって感じでデッキ部分に戻ってきました。須磨駅の手前ですね、こちら右側海が見ることができます。朝ですから綺麗な海を見れましたよ。大きな船とかはあんまり見受けられなかったですね。太陽が昇ったところです。
この時期は朝日がこう海から昇るんですね。さて今通過しているのが JR 島駅です。普通電車と快速電車の待避なんかを行う場所ですが、ここの辺りで、ね、少しやっぱり速度を落とすんですよ。さて間もなく神戸駅に到着するという感じです。神戸駅は山陽本線と東海道本線の境界駅です。ずっと神戸駅の到着前はですね、かなりスピードを落とします。というのもこれサンライズとかに乗っててもそうなんですけど、急カーブがあるんですよね。もともと神戸が終着だった東海道本線の時代ですね、山陽本線をつなげるにあたってどうつなげるかという話になりまして、無理やり線路を曲げて作ったそうです。ですから快速も新快速も特急もここは通過列車であってもかなりスピードを落とす区間になっております。だいたい45キロ以下じゃなかったかな、そんぐらいで走ってたはずです。向かい側には1番線ホーム、8時12分神戸駅に到着です。向かい側の列車も快速電車の大阪行きだったかな。1番線は朝のこの時間しか使われない劇的なホーム、こちら神戸駅に到着です。見てみてもやっぱり曲がってるのが分かりますよね。8時13分で神戸駅発車です。先ほどの快速電車を退避ということで抜かしていきました。お下の方を見てみると神戸から三宮の間、だいたい元町を過ぎてからですね、線路が出てきます。こちらの線路は阪急神戸本線の線路、阪神電車の高速神戸新開地方面へ行きます。向かい側こちら見えているのが阪急電車神戸三宮駅です。タイミングが良ければこの神戸三宮から阪急電車の特急電車と並走することがあるんですが、今回はなさそうですね。さて向かい側こちら見えていますけど、阪神電車の7000系というのでしょうか、特急電車の新海中期かな、が走っております。三宮駅に到着、8時16分です。阪急の方が少し西寄りにありますね。8時17分、三宮駅を出発しました。阪急とかよりも、1文字ノーがついてるんですね。しばらく走りまして、こちら阪急電車、西向きの電車、新海地方面の電車かな、やってきました。そしてこちら通過したのがホームの狭い駅、春日の道駅。8時25分、だいぶ通りまして芦屋駅に到着です。芦屋といえば金持ちの街ですよね。8時26分芦屋駅を出発しました。あんまり乗ってくる客はいなかったです。さて大阪に向かうにつれ、こちら向こう側を渡ります。向こう側はとっても朝の時間帯、朝日に照らされて綺麗ですよね。テニスをしている人もいます。こちらは GR 福知山線、宝塚線ですね。こちらが合流してきます。こんな時期になってきたらもう尼崎です。尼崎に着いたんですが、こちら Wi-Fi の紹介もしておきましょう。こうやってですね、ホームページでログインをしなければいけないんですけども、どれでしょうかな、 Twitter にしようか。 Twitter でですね、ちょっとログインしてみましょう。メールアドレスでもログインすることができます。連携アプリを認証ということで、 JR 西日本のこの AC との Wi-Fi サービスというのを利用してみましょう。するとですね、ログインするとこのようにウェブページを見ることができます。こちら JR 西日本のトップ画面ですね。インターネット速度をちょっと Google さんで測ってみましょう。ちなみに僕の家の家庭の、インターネット速度、ダウンロードが多分60ぐらい出るんですけど、ここはダウンロード 4.74、 アップロード 2.37、 かなり遅いです。動画見るのがギリギリやっとというところ。こんな感じで尼崎を出発した後、川を渡っていきます。こちらが神崎川という川です。この神崎川を出ると、右側もう大阪府という場所に入ってきます。兵庫県と大阪府の間、しばらく走っていると山陽新幹線の高架が見えて、こちらは新大阪まで一直線に結んでいきます。かなりカーブしてますね。さてこちらが大阪入って2番目の大きな大きな川です。こちらが淀川。淀川というのはこの後何回か渡っていきます。淀川というのは琵琶湖から進みまして、瀬田川、宇治川、桂川などと合流しまして淀川へと注いでいく、そんな川です。ですからこれ琵琶湖の水なんですね。しばらく走りまして、こちらが大阪の下に見える線路、こちらが、梅田貨物線と呼ばれる線路です。特急春香号や、黒潮号などが通ります。もうすぐ地下化されるそうですね。梅北新駅、梅北再開発が今行われています。ちょっと高速道路がかぶってしまいました。今建設中のビルもたくさん、すごいな、工事中ですよ本当に、再開発。さてもう間もなく大阪駅に到着です。向かい側に10番線に止まっている電車もありますが、大阪駅9番線に8時43分到着です。通常普通の新快速はですね、7番線とかに到着するんですが、今回は9番線かなでしたよね、8番線か。大阪駅をただいま出発。しばらく走りますと大阪を出て、またまた川を渡ります。こちらが2度目の淀川。
淀川を一回渡って大阪にいたり、大阪から淀川をもう一回渡って新大阪にいたり、そんなペースになっております。これから川をいくつか渡っていきますよ。ちなみに大阪東線を利用する方は新大阪出てからまた淀川を渡ることになりますよ。向かい側には関空特急春加号、タイミングがいい。8時50分新大阪駅に到着です。東海道新幹線、山陽新幹線はこちらでお乗り換え、また大阪東線なども乗り換えです。8時51分1分の停車で新大阪駅を発車。ずっと線路がありまして、向かい側こちらもう一回川を渡ります。こちらは神崎川です。この神崎川を渡りまして、おお黒潮が来たぞ。このオーシャンアローノはたまにしか見れません。レアです。だいたい今時速127キロ、かなり130キロ手前までスピードが出ています。新快速電車の最高が130キロメートルですが、それをギリギリまで加速しまして、こちら吹田貨物ターミナル駅を通過していきます。ずっと見てると大阪モノレールちょっとだけ車両が見えましたね。そしてこちら雪頓田をあってて、高槻の到着放送が流れたあたりに見える、こちら進行方向左側のチョコレート板、明治の工場らしいです。9時2分高槻駅に到着でございます。高槻って何があるねんという感じなんですけど、阪急との乗り換えができた気がする。確か遠かったです。ちゃんと AC と有料座席4号車って書いてありますね。京都方面安行き。9時2分高槻駅を出発しました。高槻ってどこやね。さて走っていくと向かい側に線路が見えるでしょう。こちらの線路は阪急京都本線、大阪梅田から京都河原町を結びます路線です。運が良ければここで並走することもできるんですが、今回は並走しなかったですね。向かい側の対向列車だけでした。右側を見てみると、まもなく向こう町の車庫が見えてきます。こちらの線路群は非常に大きく、たくさんの特急電車や普通電車が置いてあります。左側見てみると京都貨物ターミナル、この辺りが見えてきたらもうすぐ京都駅に到着といったところです。この京都貨物ターミナルを出てもっと行くと、こちら京都鉄道博物館、そして梅小路機関車庫が見えます。蒸気機関車であったり電車台、そしてサロンカーみたいなのもいるな。たくさんの列車がお出迎えしてくれます。京都駅に到着です。ハローキティラッピングで、もうお決まりの281系と271系、関空特急春加号がやってきました。こちらの関空特急春加号は基本的に京都駅30番ホームからの出発。この30番ホームと今見えているこちらですね、0番ホーム、これを合わすと日本一の長さだし、喋るよって感じなんですけども、人が少なくなってきました。京都駅9時17分発です。向かい側の0番ホームにはちらほら人はいたんですが、サンダーバードの街かな。でこちら鴨川を渡っていきます。こちらの鴨川は、どちらかというと奈良県の方に続いていきます。ずっと走っていきますとトンネルに入ります。ここが東山トンネルだったかな、そんな名前だった気がします。音葉山トンネルとかそんな名前だった気がしますが、ちょっと分かりません。山科駅に到着、そしてすぐに発車。この山科からは湖西線という線路と分かれることになります。湖西線は湖の西側に行く列車、こちら今乗っている電車は琵琶湖線ですので、右側、湖の右側を走っていきます。こちら大津と大津峡、大津峡に行くのは湖西線、大津に行くのは、琵琶湖線です。またトンネルに入ります。山下を出てすぐトンネル、そしてですねトンネルを抜けるとすぐに大津駅に到着です。9時26分の到着。フレンドマート、こちらのフレンドマートと書いてあるのを見ると、あもう滋賀県に入ったんだなという感じです。向こう側に琵琶湖ホール、大きな建物も見えるんですけども、若干琵琶湖が見えるかな、ちょっと厳しいですが、琵琶湖の東側を、どんどん進んでいくことになります。ここからは北方面に軸を切っていきます。進行方向右側、こちら石山駅には止まります。この辺りから新快速の停車駅がコマコマと止まっていくことになります。ここは瀬田川、石山を出てすぐですね、瀬田の唐橋なんかで有名ですが、瀬田川を渡っていきます。この瀬田川は実は辿っていくと淀川に注ぐんですよね。琵琶湖からの唯一の水が出る場所。奥の方を見てみるとやっぱりすごい綺麗な雪が若干かぶっていますよね。こちら撮ったの12月の29日ですね。12月の29日、今年は雪は少なめです。太陽光発電システム、南草津駅に到着です。南草津は最近利用者が本当に多いそうですね。9時35分南草津を発車。大津より乗降客数が多くなってきたような気がします。草津川を通過です。様々な大学などがあるこちら草津駅、南草津の方が大学近かったんだっけな。
ちょっとわからないです。9時39分、草津駅を出発。草津線などの乗り換えはこちらでできます。現在は草津駅の列車も多いですよね。走っていきますと、左側ずっと線路が登っていく場所があります。こちらが草津線の線路、ここをずっと南側に行って、三重県津毛や亀山の方に行く線路となっております。さて、しばらく走りまして守山駅に到着です。この守山を出るともう次は安駅に到着。9時43分守山駅を発車しました。何があるのか僕は知りません。滋賀県というだけです。安の手前、守山から出て、すぐに安川という川を渡ります。こちらは蓬莱山なんか平山なんかちょっとわからないですけど、その辺の山だと思います。比叡山ではなさそう。雪がかぶってますよね。そして間もなく到着するのはこちら安駅です。だいぶ速度を落としての到着。左側に回送電車が止まっていますが、あちらは何でしょう。さて、降りていきましょう。ありがとうございました。さて、安駅に到着しました。こちら新快速、幕回るかなと思って待機してたらちゃんと回ってくれました。新快速、快速に一旦戻ってからこちらまた戻り、だいたい223キロはこんな感じの挙動をします。新快速無印、そしてこちら青い線がないタイプの新快速、こちらは丹波地快速、安には来ません。そしてノットインサービス、回送になりました。兵庫県の姫路市からこちら滋賀県の安まで、これ何市なんでしょうね、安市なんでしょうか。安までやってきました。この電車がいつ発車するんでしょうか。おそらくこの電車 AC と車両は次の運用までしばらく車庫の、行きまして、回送として車庫で待っているという感じになると思います。ということで、今回乗ってきた12両編成のうちの1両 AC と車両を連結した新快速電車の車両223系1000番台と後ろは2000番台が、間もなく12両をずっと走って安の車庫かな、留置線かなに入っていくと思います。これ発車までだいたい10分か15分ぐらい待ちましたよ。回送、はい、というわけで JR 安駅までやってまいりました。今日朝の7時過ぎからですね、こちらまで現在時刻が9時55分なんですけども、だいたいですね2時間ちょっとでですね、新快速電車でこの安駅まで来ることができました。なのでここまでだいたい2時間ちょっと安駅まで姫路からということで、新快速で京都に行かれる方などはもし時間があれば、今回のような AC とに乗車してみるとやはり快適ですので、乗ってみる価値はあるかなと思います。見えつがけのですねクロスシートといいますか、リクライニングの効いてる、しかもコンセントのあるシートです。とてもいい素晴らしいシートでございました。ということで、休み用のある方はいないですが、もしかしたら京都の方に来る方などはこの乗車してみるといいのかなと思います。また来年の2023年3月以降はですね、 A シートの運行本数が約3倍ですかね、2往復から6往復になりますので、皆さん乗る機会も増え、またですね、利用して結構ね快適ですので、普通のスピード自体は新快速電車と一緒ですが、かなり速く移動することができます。皆さんご利用になられてはと思います。では今回はご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。今回は AC との動画でした。